秋川渓谷、少女漫画館は、この渓谷の東部近傍に所在する。流れる川は秋川。少女漫画館は、日本の東京都秋留野市矢城にある、少女漫画専門の施設図書館。略称は、女間館。2021年5月時点で、約6万冊強の蔵書を収める。事業主及び監視は、中野純、大井夏夫妻である。 少女漫画の永久保存を目的とした、施設図書館で、数万冊の少女漫画関連書籍、雑誌付録、その他の関連品を所蔵する。マイクロライブラリーとしては、テーマ目的思考型に分類される。旧所在地も現在所在地も、都心から遠く離れた東京都西部の山間部にある。現在所在地は近場に玉川水系の秋川渓谷がある。毎年行われる。 東京国際アニメフェアには少女漫画館の蔵書を貸し出している。また、少女漫画愛好者の交流を図っており、少女漫画作品をテーマとして、ファンが語り合う不定期イベント、小さな騒がいを開催している。加えて、館主には、来館者のためにゲストハウスなどの施設を設けて、宿泊できるようにしたいとの展望がある。1995年、文筆家の中野純が、 少女漫画図書館を構想し、パソコン通信で発信し始める。1997年、中野純大井夏代夫婦が、東京都西多摩郡日の出町にて、施設図書館、少女漫画館を開館する。2002年8月、施設の一般開放を始める。6条1件を閲覧室として開放する。2009年、少女漫画館が、現所在地である。 東京都あきるの市矢城へ移転。2014年3月26日、監修大井夏代の辞書、憧れの少女漫画家に会いに行く、が刊行される。2015年8月19日、三重県多町入に、姉妹館、少女漫画館多旗1735が東京から移住した、志村夫妻によって開館される。少女漫画館からの寄贈文を、 おもとした約5,500冊の蔵書がある。2018年、佐賀県唐津市に、唐津ゲストハウス少女漫画館サーガが誕生し、姉妹館として連携している。同年、NHK、美の壺ファイル、451、心ときめく、少女漫画2018年9月30日放送会で、少女漫画館が取り上げられる。開館当初は、 中野純が所蔵していた少女漫画関連書籍約500冊からの始まりであったが、全国各地の愛蔵家などからの寄贈が続き、ありがとうございます。